雰囲気に撮っとけよ。そうだね。今日さ、久々にさ、なんかさ、チョコレート食いてえなと思ってチョコレート買っちゃったよ。ああ、コンビニで。なんだろう、甘いもん食いたくなったの。何チョコっていうか、なんか明治のブラックなんとかっていうやつ、シャネシャネ、でも別に別に俺だって勝負してねえもん。不正受給の裁判です。全然不正じゃねえじゃん。一人じゃ大変ですよ。お店をやんの？そうだな。誰か手伝ってくれるやつがいたらいいんだけどな。ああ。まあ。なんとか、ね。頑張ってやろう。ありがとうございます。心配してくれて。格が上とか下とか、もうどっちでもいいんだよ。バイトに来た女を自分の女みたいにしそうで怖いよ、佐野くんは。ああ、そう。まあ、じゃあ、バイト来ないんじゃないの？そう、結果が全てだよ。だから今回こういうことになってるんだから、やっぱ俺はダメだったってこと。やっぱ、信州の古民家で民宿のお父さんでよくない？それも。うなちゃんならクラウドファンディングで唐揚げ屋の資金集められるでしょ？どうかなぁ。まあでも、空家賃よく俺払ってたと思うよ。底辺。だって8年だぜ。考えてみりゃ、あらす、決めんだよいつまでも、まあ、そうだな、いやだから。誰に会いたいって、一回ぐらい最後にっていう話だったから、まあ、ゲルゲには、一回ぐらい会ってみてえなって思っただけよ。元気してんのかって。誰とは二度と会いたくない。いや、そんなしかいないよ、俺は、ニャンス。俺は会いたくない人がいないな。で、俺一回好きになった人を基本的には嫌いにならないから。だからケロちゃんもゲルゲも別に嫌いになる理由がないから。神さん、死ぬ前に市川チャンマンと会ってみたい。全然 OK だよ。いつでもチャンマンには会えるぜ。なんでいつも逃げられんの？ろくなことやってねえからだよ、ゆうけんよ。
いや、俺に会ったら結構ふざけてるおじさんだからな。ああ。面白いで。バカは。バカは面白いんだから。ああ。俺ずーっとバカでいようと思ってるから。ああ。俺結構面白いおじさんだと思うよ。52にしては。ああ。ばあさんの下着だって誰だよ、ばあさんってよ。知らねえやん。あ、一回ね、ひとしさん。全然いいよ。うん、俺は。いつでも。声かけてくれりゃ。うん。3はいらないよ。うん。いや、でも、やっぱり、ほら、俺のことにいつも来てくれてるから、ありがとうって感じで。お前、下着どこだろ？そっから出てんだよ。